高齢者で生活保護を受けている方が増えているのはご存知でしょうか。この増加率はですね、結構尋常じゃないものがあって、このまま増加が進んでいくと年金が今後やばいみたいなね話もありますけれども、その年金の財政以上にですね、高齢者の生活保護自体がですね、日本にとって大きなダメージを与える、そのような現状があります。今回はそういった現状をお伝えするとともに、高齢者が支給を受ける際の条件であったり、注意点など、こういったところについてもお伝えしていきたいと思います。ということで早速現状を見ていきたいと思うんですが、現状ですね、生活保護の半分が高齢者世帯というふうになっています。生活保護を受けている、そういった世帯の中で一番多いのが65歳以上の高齢者世帯となっています。これがですね、実に 53% もいるというふうに言われています。さらにですね、ここ10年ほどの動向を見ると高齢者世帯のみ増え続けているというようなね、そのような状況にあるということで、どんどん生活保護の中の高齢者世帯の比率は今後も増えていくというふうに見られています。高齢者世帯が生活保護を受けるその原因としてはですね、年金がないなどの理由で生活が困窮している、そういったところが生活保護を受けるそういった理由となっています。それもですね、考えてみれば当たり前のことと言えるんですが、国民年金だけの自営業者、こういった人の現状を考えるとですね、生活保護を受けるしかないよなっていうふうにね、思ったりするわけですね。厚生年金がなく国民年金だけの自営業者っていうのはですね、本当老後を生きていくのははっきり言って難しい、厳しいというふうに言えます。というのもですね、厚生年金がない国民年金だけの自営業者とかの場合ですね、基本的に国民年金は満額で約6万5000円もらえるんですが、平均は約5万5000円というふうに言われています。つまりこの金額だけで老後生きていく必要があるということで、それはね、さすがにこれで生きていくのは難しいですよね。もちろんね、老後に入る前に儲かっている自営業者の方であれば、しっかりと貯蓄をしたりですね、自分なりの何かしらの私的年金などを積み上げていったりっていうこともね、できたりはすると思うんですが、そういったね、世帯、自営業者の方っていうのは結構少ないんじゃないかなというふうに思います。中小企業とかで言えば10年間ぐらいで、約10年で9割の会社が潰れるなんていうふうに言われていますから、自営業を立ち上げたはいいけれども、なかなかうまくいかなくて、潰してしまったであったり、潰れてこそいないものの収入としてはかなり少なくて、貯金とかはできていない、そして老後は国民年金だけで生きていく必要がある、そういった世帯はね、結構多いんじゃないかなというふうに思います。そういった現状を受けた上でですね、やはり国民年金の単身世帯であれば、6万5000円、平均で約5万5000円の収入ということになりますので、年金だけで生きていくのは困難だと言えるでしょう。その一方ですね、生活保護を受けることでですね、いろいろと調べたところ、大体ね、11万円から13万円程度は、単身の世帯でも受け取れるということで、それぐらいの金額を受け取れるのであれば、国民年金だけで生きていくっていうことを、早々に諦めてですね、生活保護を受けるっていうのは当然のことなんじゃないかなというふうに思います。しかし本当、これ思うんですけど、なんで国民年金、当然、掛け金がね、国民年金分しか払ってないから仕方ないとは言えですね、厚生年金とのね、差はひどいですよね。厚生年金の男性の平均が約17万円と言われている中で、国民年金のみになってくると5万5千円ということなんで、10万円以上の差が出てくるということで、それはね、なかなか生きていくのは厳しいというか、生活保護を受けますよね。本当なんかね、動画のコメント欄でもつい最近ありましたけれども、この自営業者のね、国民年金だけっていう制度はもうね、変えてしまって、何かしらのね、自営業者用のね、年金制度っていうのを構築していかないとですね、今後どんどんね、本当生活保護を受けるそういった高齢者の人っていうのは増えていくんじゃないかなというふうに思いますね。もちろんね、国民全体で考えて、労働人口の中での自営業者の比率っていうのはそれほど高いものではないとは思うんですが、とはいえね、そういった人たちが老後、蓄えがなく、本当それどころかね、国民年金も払ってなくて、無年金みたいな人とかも結構いるようなんで、そういう状況まで来ると、さすがにもうちょっと自業自得な部分もあるとは思うんですが、とはいえね、ちょっとね、この制度としてもちょっとなんか歪みがある感じがありますよね。今後ね、そういったところを改正されていくっていうところをね、期待したいなというふうには思うんですけれども、そういう中でですね、生活保護を受けるための条件、こちらについてお伝えしたいと思います。生活保護を受けるには、この5つの条件があります。1つ目が就労が難しい人。要するに働けない人ですね。そして2つ目、預貯金を所有していない人ということで、預貯金を保有している場合は、生活保護を受けることができないと。そして換金できる資産を全て換金している人ということで、株式であったりね、そういった何かしらの資産を持っている場合はそれを換金して、その上で預貯金がない状態までならないと、生活保護を受けることはできないと。
また4つ目がですね、生活を援助してくれる人がいない人。そして5つ目が、まあ、各種社会保険制度や免除制度など、まあ、そういった、まあ、その他のね、セーフティーネットを使って、その上でも生活が成り立たない人っていう感じなんでしょうね。まあ、こういった5つの条件があります。まあ、要するに本当、持つものも何も持たず、その上でも本当、明日の生活も苦しい、そういった方、まあ、そこまで行って、やっと生活保護を受けられるという感じですね。そしてまあ、その高齢者がね、50% ということで、そういう高齢者が非常に多いということがね、わかると思いますし、それがまあ今の現状の日本なんだということですね。まあこういった現状を見ていくとですね、本当年金財政も心配っていう感じではあるんですけれども、まあ、それ以上にですね、これからこの生活保護を受給する高齢者、さらに増えていくと思いますんで、そこがどうなっていくのかというところが非常に心配だなというふうに思いますね。まあ、今後ね、年金はさらに減っていくというふうに言われています。まあ別の動画でもお話したんですが、今後2、30年経っている時にどれぐらいの年金になっているのかっていうところを、まあ、シミュレーションしたものをですね、まあ、ご紹介している動画があるんで、そちらもね、興味がある方、右上の方にカード貼っておくんで、そちら見てほしいというふうに思うんですが、まあ、現在、35歳の人とか、そんぐらいの人がですね、30年後、65歳になって年金を受け取る際には、まあ厚生年金、夫婦世帯で12万円ぐらいしかもらえないみたいなね、話がありました。まあ、確か年収が350万円ぐらいですかね。平均350万円ぐらいの人で、まあ、30年後に受け取れる年金は、まあ、夫婦で12万円ぐらいでしたかね。それぐらいだったと思うんですが、そんな感じでどんどんさらに減っていくというふうに言われています。まあ、このようにですね、年金を受け取れる額が減ってくることによって、さらに生活保護を受給する世帯は、まあ、増えていくというふうに思われます。まあ、そりゃそうですよね。年金と生活保護の受給額を比べてですね、生活保護の方が多いんであればそちらにね、行きたいっていう人は当然ながら増えると思いますので、まあ、年金の、受給額の低下とともに生活保護世帯の増加っていうのは、まあ、規定路線と言っていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中でですね、年金の受給額っていうのはですね、コントロールできますよね。まあ、そりゃそうですよね。そうやって年金の受給額をどんどん下げていくことによって、まあ、財源が足りなくなったとしても、まあ、支給する年齢をさらに上げていったりですね、支給する額をですね、減らしていったりすることによって、まあ、年金の、システム自体をね、維持できるとは思うんですけれども、ですが、この年金によってですね、生活できなくなった人たちが、まあ、生活保護の方にどんどん流れていった場合、この生活保護の財源はどうなっていくんだろうというね、そういった疑問がありますよね。まあ、このね、年金のシステム自体を破綻させるっていうのは、もう日本の維新にかけても、まあ、それはね、行わせないというふうに思うんですけれども、まあ、その結果として生活保護の財源っていうのがどんどん増えていってですね、その負担っていうのは結局若い世代だけじゃないですね。まあ、高齢者とかも、まあ、日本国民全員がですね、負担していく必要があるということで、まあ、そうなってくると、まあ、財源が足りなくなってくるというふうになると、さらに増税していくということで、さらに生活が厳しくなっていくという、まあ、そういった負のループに陥るんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、今回はですね、高齢者の生活保護の実態についてお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。まあ、本当、年金の話題に関してもね、暗い話題が多い中で、このね、生活保護に関しても、本当、暗い話題というかね、まあね、ちょっとね、明るい見方はできないですよね。どんどん辛い、まあ現実がね、迫ってくると、まあそれぐらいしかですね、このデータを見る限りでは言えないんですよね。まあ本当、日本っていう国をですね、根本から立て直すような何かしらがないと、まあこれからのね、日本がね、どんどん暗くなっていく、苦しくなっていくっていう現状はですね、まあ変えれないんじゃないかなというふうに個人的には思います。まあそんな中でもね、まあ自営業者だからといって、どうにもならないかって言ったらそういうわけではなくて、もうしっかりとね、自営業者をやるんであれば、もう早めの段階からですね、もう自分自身の老後に向けてですね、まあ私的年金であったりですね、まあ資産運用などをすることによって、まあ、自身のね、老後のお金っていうのを構築していくってことが大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ国全体としてはですね、本当暗い話題が多いわけですが、とはいえですね、自分自身の老後の生活っていうのは、まあ自分でね、変えることができるっていうのがね、まだね、一つのね、まあ明るい話題かなというふうに思います。まあただ暗い気持ちになるんじゃなくて、まあ自分自身がね、できることっていうのをしっかりと見極めた上でですね、早めの行動を起こしていくことで、まあこういったね、暗い話題が多い日本ではありますが、まあ自分自身のね、老後ぐらいはね、守っていくことができるんじゃないかなというふうに思います。